ああ、どうも。ああ、どうもどうも。いやー、山本最高だったねー。そうっすね。やってないからね。あそこは晴れたら勝ちだから。そうなんだよね。うん。今のところ晴れ予報。晴れどころか夏日って話だよね。あ、そんな暑くなるの？うん、いいんじゃない？でも20周年の時さ、うん。ローリーが埋設した時さ、うん。ローリーが喋った時はもう降ってたけど、雨が。降ってたね。リハやる頃は結構いい感じだったんだよね。出る時にちょうど降り始めたんだよ。ねえ。そう。あれひどくなったんだっけ、雨。まあ、最終的にはひどくなるけど。うん。ライブ中はそこまででもなかったよね。そうだよね。終わって、結構、うん。あ、ひどくなったんだっけ。うん。リグレーチューインガムが。うん。雨で余計張り付いて、そう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 、出入り禁止になったんだ。そうですね。なるほど。じゃあ雨のせいもあるんだね。ガム？ガムガム。もちろん。だって乾いてればね、普通拾えるもんね。そうね。でもやめた方がいいね、掃除大変だから。まあそうだね。うん。特にああいう小屋はね。そう。うん。最近売ってるの？最近リグレーチューインガム見ないね。そうね。てか最近ガム噛んでる人いるの？噛んでんじゃないの？いや、なんかさ、昔ってくちゃ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 してたよ、みんな。プロ野球の外野手はみんな食ってたよね。あ、絶対噛んでたね。噛んでた。最近見ないんだよね。そうだね、確かに。ねえ。俺も食べないな、ガムは。いや、俺もガム全然食べない。うん。やっぱ虫歯とかのあれかね。てか、疲れちゃうじゃん、噛んでって、あんなにずっと。ああ、そっか。でもなんか、暇つぶしみたいに噛んでたよね。なんだったんだろうね、あれ。やっぱ暇つぶしなんじゃないの？眠気なのかな？眠気覚まし。いや、なんかまあ、そういう感じだったんじゃないの、世の中。なんかやっていたらいいのかな。うん。うん。ガムね。うん。だいたい1980年代半ばぐらいにホールズとか出始めてさ。そっちにシフトしたんじゃないの？あー、ホールズ流行ったよね。あ、そっからさらにフリスクみたいなのに行くしさ。うん、行った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 。うん。その間のことがペッツもあったよね。ペッツはもっと昔よ。もっと昔なのか。うん、小学生だろ。まあ今でもあるんだろうけど。うん。昔だよ。あれ、アメリカでずっとあったのか、もしかして。そう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 。そうか。あれはなんかどっちかっていうと、その人形っていうかフィギュア扱いだからさ。あ、そうだね。物を食べるというよりは。うんうん。うん。まあ、グッズコレクター的なね。そうそうそう。池袋コサで24時みんなありがとう。ツアーファイナル、そして久しぶりの日比谷野音、最高に楽しい、最高にロックンロールな、そしてロックンロールイースター、ロックンロールが復活したような、そんな夜になりました。ありがとう。こんばんは、こんにちは。またまた出てきてしまいました、桑太郎、高橋、オペシです。よろしくお願いします。コレクターズの夜音公演日の近くなったら桑太郎の電話は絶対出ないって決めてたんですけど、ついつい間違って出てしまったらこんな結果になりました。本当に素敵なゲストを期待させて、本当すいません、本当に申し訳ありません。それでは、あ、そうだな、
あと、あの、昨年はあのクワトロで12ヶ月連続マンスリー、あの、全公演ストロートアウトで幕を閉じることができました。本当、皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。クワトロは、あの、コレクターズのホームグラウンドと思って自負しております。またいつか必ずまたやってもらおうと思ってますんで、その時はまたぜひよろしくお願いいたします。すみません、本当にもう、あの、またあんまり長く喋るとね、あの、最近慣れてきて喋りが長いとか言われるんで、あの、早速バンドを呼び込みたいと思います。それではじゃあ、あの、可能性に終わりはないぜ。ムビシロマックスなバンド、ザ・コレクターズです。ザ・コレクターズです。素晴らしいね、今日の夜は。8年ぶりの夜音だそうですよ。ちょっと待って、初めて夜音やったのって1988年ぐらい、1988年、セカンドアルバムが出る頃に、テイチクレコードのイベント、雨が降ったんですよね。で、俺たち午前11時ぐらいの出演で、僕らは雨降んなかったんですよ。そう、早いからね。そうで、確か A 列しかお客さんがいなかった。そうですね、だんだん増えてってね。そう、 A、B、C ってあるんだけど、 A 列も埋まってなかったもんね、その時ね。埋まってなかったですね。激しく踊ってる人が一人いて、可能性はあるなって思ったね。だってさ、いいものって最初はみんな分かんないからね。時間が経ってからさ、あいつがすごかったなるわけじゃん。まさに見てよ、素晴らしい。でもまだ道半ばだよね。だって今日売り切ってないもんね。今日ね、俺速乾すると思ったんだけどね。そうそう、甘かったね。そう、まあでもね、あの、いい感じであるんです。いや、ほんとさ、みんな来てくれて、マジお前らほんとセンスいいと思うよ。いや、ほんとここにいる連中最高だ。心の外にいる連中が最低なんだ。それだけは覚えて帰ってくださいね。ほんとお前ら最高だからさ。 OK、 じゃあ踊ろうよ。Thank you. すばらしい。言うことないね、晴れてだんだんいい感じになってね。お客さんもよそこそこいるしさ、そこそこっていうノリもいいしさね。もう若くない男たち、野郎どもがもう母言いながら踊ってたりさ、危ないよね、ロックンロールも。いよいよ、いや、でも本当にね、さっき孝太郎君が言ったように、1988年初めてここに立ったのよ、ステージに、うん、本当にお客さんがいなくてさ、そのテシクレコードのイベントなんだけど、なんだろうね、最後まで客がいなかった気がするんだよ。人気者がいなかった、人気者がいなかったんだろうな。そうなんだ、多分テチクレコードに、その当時はね。当時はね。うん。でも、だけど最後まで。最後、パーソンズの時だけ人いたじゃん。あ、パーソンズなんだ。
そういう記憶がしっかりあるんです。どうもはっきり覚えてますね。そんな人いた？悔しくて悔しくて。さすが負けず嫌い。でその後はね、1996年、10周年、コレクターズ10周年で矢部やらせてもらったんですけど、その時はなんとあの1000円だったチケットで、そしたら速乾したの。結局安さにつられる値段、お前ら結局安さなんだよね。皆さんは違います。いやいや、お前らは本当にいいやつだよ。だってさ、今だけ俺たちのチケット代がだって高くないだろう。比べたら高くないよ。高くないと思うよね。安いよ。安いよ。安い方だよ。安い方。でもロックンロールはやっぱりね、いつでもそうやって庶民の味方じゃなきゃいけないから、俺はチケット代あげない。無理だね。それ勝手にそういうことをおっしゃられても困るんだ。申し訳ない。地方のホテルも値上がってますしね、いろいろ大変な事態が訪れてますよ。発してる、まあ、円安によるね、このインバウンドが大変なことになってますから、ね、俺一人じゃ決められないね。でもそういう気持ちだけは分かりますよ。ずっと俺も小太郎もあるんだ。分かります。だって本当にさ、俺23億とかギャンブルで吸っちゃうぐらいのお金があったら、もう500円でいいもん、今日来てくれる人ね。もうお金があるから23億吸っちゃうぐらいのお金があったらさ、まあ、2000円ぐらいは欲しいですけどね。そうだよね。だって最初にバンド組んだ時だって1000円だったもんね、チケット。そうだよ。ドリンク別だもんね。別だよ。そうそこに戻ろうか一回。やだよ。じゃあちょっとね、そんな昔のナンバーの2人やっててもしょうがないな。ちょっと最近のナンバーです。池袋交差点24時。Thank you。嬉しいね。いろいろさ、やっぱ野音でやってると何回かやったことがあるから、いろんなことを思い出しちゃうんだよね。特にさ、何度も出てきちゃうけど、1988年最初にさ野音でやった時のさ、小太郎君あれだよね、俺たちの音楽性を見せつけようぜって言って、そんな午前中から2065でやったんだよね。やったかも。やったの。それででも明るいじゃない。これ昼間やる歌じゃねえよなって話になって、俺サングラスしたからね、すごい濃い。自分だけ夜なんだよ。そうだっけ。そう。なんか俺ふてくされてずっとガム噛んでた。ここでガム噛んでた。ずっとやってらんねえよって感じで。やってらんねえよって。でもここで80-20-65って感じでさ、誰も聞いてないんだよね。一人踊ってたんでしょ。え、一人だけでだからその未来を、ね、見通せる可能性はあるんだよ。可能性を、そこに見出したね。見出したね。だって今日だってこんなに集まったなんてさ、嬉しいじゃない、本当に。大体俺たちがさ、最近野音でやるときっていうのはさ、何か大きなイベントの1年前だったりしないの？今日そういうことないんだ。あ、ないですよ。あの今日あの武道館発表とかないですから、 あらかじめ言ってきます。いやでもみんながさ、なんか言ってくれるんじゃないの、ドーム 2days って顔にもう書いてあるんだよ。いやいや、ないできないから。そういうの今日は普通のツアーファイナルとして、あの普通だからいいんだよね。普通がいいでしょ。だって毎回毎回そんなこっちだってねえ疲れちゃうもんね。いや疲れちゃうけど、いやでも本当に今日はありがとうございます。いや本当ありがとうございます。いや嬉しいなよ。いや嬉しい。で本当にさ、あのちょっと今日は大きい会場とか少し喋っていいんだよね。どうぞ。あの俺は本当だったらみんなにね見せたいものがいっぱいあるの。例えばさ、
さっきの僕は恐竜って歌だったでしょ、ね、ファーストアルバムに入ってる。このウサギがさ歌ってる最中にさ恐竜になってったらどうなのよ。それでさこう這い曲がるわけよ、こうやって。それは怖いですよ。いやいやいや、それぐらいのことをみんなに見せてやりたいんだけど。なるほど。工事が聞きに行ったらいくらって言われたの、それやんの。700万です。700万。俺のアイデア700万なんだよ。どうしたらいいの。リーダー、あの歌ってくれればいいんで。いや、そうなんだ。あの他は僕ら語れるんで。あ、そっか。歌ってください。そういうね、いつの日かそういうことをやりたいなと思ってるんで、まあ、そうできる日まで付き合ってくれ。今日はこの楽しいロックバンドに付き合ってくれればいいから。池袋交差点、24時。Thank you。コタル君、このディアトリケラトプスこそ。ウサギが恐竜になって歩かせたかった。そうだね、うん、ねえねえ、いい曲だよね。天才、まあ、そう言ってくれるのはお前だけだよ。本当に いるでしょ。いや、言わない言わない。何年前にこんなの作れたんだよ。1990年作ったよね、小田君ね。そうね、日の出レコーディングしてね。日のか。そうだね、うん、あの頃はね、アコースティックギター弾いてくれたけどね。いやいや、もうね、目が見えないのよ。一弦弾いてるつもりが二弦弾いてるみたいです。わかるよ。わかるでしょ。小太郎くんよく弾けるね、この細いの。いっぱいいっぱいですよ。いっぱいいっぱいやな。いっぱいです。最近すればハズキループのコマーシャル見ないよね。見ないで。確かに大して聞かないのかな。いや、俺使ってるよ。マジ。 CD のクレジット見るとき。あ、CD とかのね。 CD のクレジット、老眼鏡じゃ無理でしょ。すっごいちっちゃいもんね、あの歌詞カードってさ。 CD の考えられないね。考えられない。異次元だよね。本当あれ、ね、誰が見えんの。あれこそ岸田にどうにかしてほしい。異次元だよ。もう異次元の小ささだもん。しかも若い連中のさ CD の何を歌詞か本当にあんのって。全然確かに見えないもんね。嘘だよね。多分近づいたらあれなんかあるみたいな。なんかある。いやでもさ、野音の話今日しようよ、いっぱいね。あの8年前に直近だと野音やったんだけどさ、その時は次の年に武道館を控えてたんで、ここで発表したんだよね。ですで一番エキサイティングでさ、最高の野音にしなきゃいけないのに、俺喉壊しちゃってさ、初めてステロイドとか打ってさ。そういうとこあるよね。昔ツアー初日にさ、ぐるぐる曲げて包帯できたことあった、ね、そうなの、あれね。ギター弾けませんみたいな。ツアー初日にそれぐるぐる曲げてやっちゃったじゃん。あれをこの人差し指に血まめ作っちゃったんだけど、その時にね、これ聞いてないの人の話。聞いて大丈夫だよ。その時たまたま実家に帰ってて、お袋さんがね、あの熊谷駅まで聞くよ、うん、聞いてないでしょ。もうやめるよ。聞いてるよ。聞いてる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 。あの珍しく俺を熊谷駅まで送ってくれたんだよ。あ、車で。うんうん、でそれでせっかちだからさ、俺にいておふくろが、うん、ドア閉める途中でスタートしやがって、挟んじゃった指を。あ、それ実話なの。実話なの。で痛くて痛くて、それで夜電話したの、成増の病院しかやってなくて、夜中だよ、うん、次の日ライブだから、うん、でうわーい。でそれでね、そしたら今来てくれれば応急処置するからって言われたの、うん、でもその時ね、山森も小太郎君もベスパ乗ってたから分かると思うけど、左ってやっちまってギアチェンジがあんじゃん。できないね。すぐ来いってやるともうギアチェンジできないよ。言いたくてガーってやる。だからもうこれびしょんだ。でも行ったんだ。行った。で血まみれになって行って、でも治んなかったね。え、治んなかった。治るわけないじゃん。いや2065とかそういう曲をさ。そうなんだよ。俺がどうしたの。やったよ俺が。一人で弾いた。俺がアコギ弾かせたんだけど全部カバーしてくれて、うん、
すげえ、うん、だからできるんだよ。できるんだ。じゃあ弾かなくていいんだ。普段サボってるだけだ。いや本当痛かった。爪にねドリルで穴開けた。え、だって内出血してる血液を外に逃がさなきゃいけないって言って、でさぞかしなんかなんていうのすごいマシンでやってくれるんだと思ったら、日曜大工で使うヒューってなんだ、細いのつけてやってんだよ。これが聞いてる。その結果ダメだったんでしょ。ダメだった。言いたかった、あれ。何が言いたいっていろいろあるよね、長くやって。まあ長くやってるからね。だからね、今日のライブもその前回のライブがトラウマになってて、2,3 日前からもう本当に緊張してて、これ夜中おトイレ行くたびに、あははははあ、声出るわ。やってないでしょ。やってるよ。工事工事だって矢沢さんもやってるよね。やってる。ツアー中にね。やってる。不安なのよ、ボーカリストって声が明日出んのかなって。だからトイレに送るためにコウタル君もやってるでしょ。やってる。ほら、でもよかった今日めっちゃ声出て。ちょっとうちの暴れん坊にちょっと歌ってもらおうよ。司会の暴れん坊で山森さんお願いします。今日はスーツで決めちゃってるよ、こうちゃん。ポイントはイエローの靴下。クッキー。じゃあ行ってみよう、レッツゴーこうちゃん。池袋交差点24時。1曲目からまたやりたい気持ちになってきた。ねえ、いやー、やっぱり野外音楽堂オープンエアで素晴らしい開放感半端ない。雨降らなくてよかった。結構あったかくてよかった。ねえ、私はさ、ようやくコロナもなんとなく収まってきたし、ライブも、新譜もいろいろ準備しようと思ってんだ。なかなかこんな大きいホールでやることは少ないかもしれないけど、どこまでも追いかけてこいよ。地獄の果てまで追いかけてこい。それがロックだ、ロックンロールだ。Daddy, daddy, 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 daddy
以上をもちまして本日の公演は全て終了いたしました。お忘れ物のないようお気をつけてお帰りください。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。お疲れ様でした。